ニュージーランド北方のケルマディック諸島でマグニチュード7.0の地震がありました。気象庁によりますと、日本への津波の心配はありません。USGS アメリカ地質調査図によりますと、日本時間の午前9時56分ごろ、南太平洋のケルマディック諸島を震源とする大きな地震がありました。震源の深さは22.1キロ 地震の規模を示すマグニチュードは7.0と推定されています。地質調査所は、周辺海域でこの地震による津波が発生する可能性があるとして警戒を呼びかけています。日本の気象庁によりますと、この地震による日本への津波の影響はないということです。